の桃太郎全員集合です。もともとはこれが一株で分けた。でこれもこれは別の時に買った桃太郎で胴切りしたけど1個しか出なかった。残念な感じ。でも1個でも頭が残ってるからまあそれはそれで OK で、頭はクリスマスリースに入ってると思います。なんかよくわかんないけど、俺1個勝手に外し成功。こんな感じ。これはこれで置いときます。多分これについてた小株がこれ、これを胴切りした時に取ったんだと思う。忘れちゃった。でも大きくなったのでこれもちょっと鉢を鉢増ししたいと思います。で大きく育てるようにします。でその時外した葉っぱを適当に置いといた感じがこれ、これも鉢上げしていきます。これはいつのか忘れちゃったけど、外した葉っぱもう芽が出そう、出そう。これは出てる感じなので、これもこれと一緒に鉢上げします。鉢上げ違うな、これは刺すだけだけどね。やってきます。桃太郎は可愛いからいっぱい増やしたい。まずこれからやっていこうか。これに植えます。ちょっと洗ってきたばっかり。再利用の鉢、この子たちが秋までにどれぐらい大きくなるかやってみましょう。桃太郎チャレンジ、20年の9月15日にここに刺したみたい。いい感じで根が回ってる。すごいね。だけどこれそんな根っこ刺しなかったんだけど結構出てる。いい感じだね。さ1年経ってない。これはいつものミックスの土です。鉢増しの日付も出しました、はい、これはどれぐらい芽が出たか見てみよう。全然鉢に割ってない。そう、昨日水やったんだよね。なんて計画性がない。土の中にいたけど一応根がある。あ、これは全然かな。ここダメかな。これはダメだね。ということでこれだけ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10個植えてきます。この冬を乗り越えたし、去年の夏も、まあ、普通こういうのしなかったよね。絶対増やした方がいい。
これは植えていくだけ、簡単。目が裏に行ってもなんか勝手に出てくるっぽいから、まあ別に気にしなくてもいいかな。なるべく真ん中に。簡単。これでちょっとペーパーを観察していきます。いい結果が出るといいね。9月25日に刺したこと、いつのかわかんないこと、とりあえずわかんないから今日はですね、これはすぐお水やろうかね。すぐお水やって、またベランダに出しておきます。